始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、前回ですね、こちらキノピオカップをですね、それぞれ下見というところでね、1レースずつやってったんですけども、どうにもね、キャラのレベルがですね、やっぱり上がりきらない。でこちらで言うと、自分の中で最高の組み合わせをしたとしてもレベル3、なんとノーマルのレベル1、レベル1、はい、デイジーヒルズ RX でいきますと、はい、レベル3、レベル1、レベル1、はい、そして最後バニラレイク 1RX だとすると、レベル1、レベル6、レベル1、っていう気持ちにどうしてもなってしまうので、まあルビーに余裕もあるし、初めてね、今回はガチャ動画をね撮っていこうかなというふうに思っていますので、ガチャ楽しみにしていた皆さん、引いていきますんでぜひご覧ください。さあ、ガチャ画面来ました。エクストリームドカン2というところでね、これ見ていきましょう。ビルダーキノピオ、これはね、あんまり別に自分としてはね欲してないというかね、ボム兵キャノンは前回見たように、まあまあそれほどねこれを使いたいなっていうふうに思ってないんで、まあまあこれはそんなに期待してません。ただこちら2つですね、はい、ガタゴトロッコ、ジャンプアクションプラス、これはねちょっと欲しいところですよね。そしてもう一つ、このスターシューター、こちら持ってるんですけども、レベル重ねていければ嬉しいなというところがね、3つピックアップになっておりまして、もうちょっと詳しく見ると、はい、こんな感じ、ピックアップのやつが 1%、 1% って少ないですよね。 1% は少ない。で、まあマシーン、そしてグライダーと、まあこういう確率でね出るよというふうに今回なっております。あると助かるものもね、やっぱりこの中にありますんで、ぜひね今回はねちょっと納得いくまでね、ある程度引いて、ランキング戦に備えていこうかなというふうに思います。まあ演出なんかもね、このマリオカートもしやったことない方がいればですね、こんな演出なんだっていうところもねお見せできればなというふうに思いますし、そういう方がね、じゃあマリオカートやってみたいなと思うような動画作りをねいつも心がけてますんで、ガチャの動画もねぜひ見ていってください。じゃあ10連目、これちなみにね全部で100個で、このガチャ終わりですよという風になってまして、まあ、リセットするとね、ピックアップのこの3つとかができちゃうと、リセットなんかするとまた出る可能性があるよというところになってます。では行きましょう、10連目。あ、緊張する、久々だからガチャ。はい、ということでですね、いきなり来たんですよ。これ土管が金色でしょ。これね、土管が金色っていうのはウルトラレアが出ますよっていう確定演出なんですよ。もうここでまずね喜びが、今ね嬉しいんですよ。だいぶキノピオがねキャッキャキャッキャ言ってますね、周りでね。これで打ち上げるんですよ、ここから花火をね。でその中から出てくると、いきますよ、シュッと。この後もね面白い確定演出がある時もあります。はい、ピストンカイト出ましたね。ウルトラレア2枚目で出ました、ワイルドスターダッシュプレートプラスと。これまたどういうところでピックアップされるのか後で見ていきたいと思います。いやー、2枚目できたんでね、もっともっと引いていきたいですね、ウルトラレア。はい、3枚目。はい、4枚目、ベビーデイジー。はい、5枚目。まあこんな感じでね、ノーマルが続くんですよ基本はね。はい、はい、ノーマル。はい、ノーマル。あ、レベルアップですね。これレベルアップはね、地味に嬉しいですよね。どんどん集めていくしかないですからね。はい、キッズグリーン。あ、ワリオですね。はい、ワリオ。こんな感じでね。まあ、持ってるやつはレベルが、持ってるやつを引くと、こういう風にね、レベルが上がっていくよということが分かるわけですよ。レアですね。来ましたよ皆さん、スターシューター引きました、ウルトラレア。これは嬉しい。コンボタイムが 15% 上がって、ポイントブースト1倍、これは嬉しい。狙い通り、しかも最高だ。いやこれね、なかなかね、ウルトラレア2枚引きってなかなかないんすよ。あ、嬉しい。
ではこちらワイルドスター見てみましょう。ピックアップ優勝。あどうですかね、意外にこう東京スクランブル 2RX とか、おデイジーヒルズ RX 入ってる、ちょっと後で見てみよう。あとはね、地味に嬉ロン、そうね、ロンドンアベニューがね、あのね、ピックアップされたの嬉しいですね、これはね。ちょっと待って、デイジーヒルズ RX じゃなかった今回。ちょっと見てみよう。はい、来ました。見てください、皆さん。先ほどのこちらですね。ワイルドスター。ダッシュプレート系なんですけども、デイジーヒルズ RX でですね、ピックアップされていました。さっきまで使ってたパステルマカロンがジャンプアクションなんですよね。これジャンプアクションなのとダッシュプレートなのとどっちの方が効率いいのか、デイジーヒルズなかなか悩むところですけども、選択肢が増えたっていうところは確実に嬉しいですね。そして何よりも、はい、こちらですね、スターシューターがレベル2になったというところが非常に嬉しいところですね。ありがたい。これはガンガン使っていきましょう。はい、現在しかし致命的なのはね、やっぱこちらですよ。キノピオサーキットのマシンがね、やっぱりレアしか出てないというところなんで、ちょっとこのねガタゴトロッコ、こちらですねが出るまではね粘ってみようかなというふうに思ってます。何枚か引いたんでね、あの確率も変動してます。ガタゴトロッコの確率が 1% から 1.11111% になりました。あんまり別に嬉しくないですね。この確率アップは別にそんなに嬉しくないんですけども、まあまあ引いていきましょう。さあ、20連目いきましょうか。まだね、あの確定演出、あのまだね、お見せしてないのもあるんで、なんかね、テレレレレーってなった時にね、もっと時間かけるんですよ。テレレレレーみたいな感じになって、なんか星が飛んできてピコンみたいになるやつをお見せしたい。そのためにはウルトラレアのキャラ、多分ねあれキャラ確定だと思うんですけど、ウルトラレアのキャラが確定するときにそんな演出があります。では20連目いきましょう。確定演出来い来いよ。こういうことですね皆さん。さっきは金色でしたね、土管が真ん中のね。これが緑なんで、まあまあ確定ではありませんよと。まあ出る確率がゼロなわけじゃないと思うんですけども、まあ引いていきましょう。 GO!ドライブキッズ、パタテンテン。とりあえずレアいっぱい出てほしいですね。確定が出てないだけにね、レア狙いでいきましょう。あ、これねスケルトンはフルで持ってるんですよ。なので最大数より多く手に入れた分はコインと交換します。これねちょっとね不利なんですけどね。だから早めにマックスにしちゃうとこういうこともあるんだっていうのはね、勉強した部分でもあります。あーノーマルばっかりだ。パックンパラフォイル、あーやばい、ノーマルばっかだ。あ、レア出ましたね、クッパクラウン。はいはい、ちょっと話変わるんですけどね、僕あの大乱闘スマッシュブラザーズでね、あのクッパジュニアを使う友達がいてね、このマシンに乗ってるじゃないですか。あれ嫌いなんですよね、鬱陶しくてね、戦いづらいのを思い出すマシン、クッパクラウンでした。はい、次レア嬉しいですね。はい、ベビールイージ来い。あー、これもマックス、こいつもマックスだった。まあまあ1000コインは嬉しいんですけどね。いやー、ボム兵パラフォイルもねレベル6にしちゃってるんですよね。なんかデザインが気に入ってね。さあ来い。パックンパラフォイル、さっきも出た。あ、これもさっきも出た。なんかパッとしない、パッとしないガチャですね。これは悔しい。まあしかしね、引き続き確率は上がってるはずなんですよ。見てみよう。はい、ガタゴトロッコが出る確率が 1.25% になりました。これが高いと考えるか低いと考えるかはね、まああなた次第というところなんですけども、レアリティごとの残数っていうね上に書いてあるんですけど、そこから見るとですね、ウルトラレアのピックアップ、そしてウルトラレアがね、さっき2つ出ましたんで、まああと4枚、
80枚中4枚がウルトラレアがまだ出る可能性がありますよというところなんですよね。だからそれを狙ってもうちょっと引いていきたいと思います。まあビルダーキノピオが欲しいわけじゃないんですけども、アイスマリオとかね、ここウルトラレアであるビルダーマリオとか、この辺はね出てくれたら嬉しい。キノピーチはいらない。メタルマリオはもう極まってる。骨クッパポリンだったらまだ嬉しいみたいな感じがキャラのところですね。さあ30連目いってみよう。何十連しよっかな。確定すごい。いやー出ないか。はい、お新しいの出ましたね。8ビットジャンプマリオ、これはグライダーですね。おありがたい。新しいな、何してもうる嬉しい。マッシュも極まってるんですよね。残念。ロイ、あースーパーカイトも極まってるんですよ。まあ、よく出るやつっていうのもあるんですけど、早々に極めちゃったんですよね。のこのこ、あもう キッズグリーンさっきも出たな。あ嬉しいですね。レアはねキノピオピットクルーバージョンですね。オッケー。ロイさっきも見たぞ。イギーも見たぞさっき。あでもレベルが上がりましたね。マッシュはね、マッシュは持ってるのよ。もうマックスなのよ。なあ今回もいまいち。まあまあまあ1個ね、この8ビットちゃんが出たの、8ビットジャンプマリオですね。マリオサーキット系でが多いですね。クッパキャッスル 2R などなどいうところでねピックアップされてますんで、また使う機会もあると思いますね。これで残り70枚中4枚か。次ラストにしようかな。次もう一回引いてもう出なかったらしょうがない。ガタゴートロッコを諦めよう。まあ1枚狙い撃ちですからね。これで 1.4286% になったんで狙っていきますよ。さあ行きましょう。ラスト確定演出来い。来ましたよ皆さん。これで何か出ますよ。ピックアップか、まあちょっと分かりませんけども、いい演出が見たい。来い。来た来た来た。キャラですよこれ。この演出ポリーンでした。ポリーンか。まあ、ポリーンね、今回の、カップで使い合ってましたよね。これはでも嬉しい。でも、持ってないキャラが良かった。まあ、理想を言えばね、嬉しい嬉しい。でも、演出見せてて良かったですよ、皆さんに。確定演出。よしよし。ベビーロゼッタ。全然2枚以上出てくれていいんですよ、ウルトラレア。はい。ウェンディ。あ、嬉しいですね。ピンクヘイホー。あんまり使う機会ないですけどね。登場確率高いな、君。来い！のこのこダッシュ。はい、レミ。おう、これま逆に確率低いんじゃないですか、連続レミって。さあ、来い、まだなんか出ろよ。あー、だから。あーんって言っちゃった。いいのよそれは。他ので確率使ってくれ。えい、だから、おーい、クッパの8人の何でしたっけ、あの8人の小人たちじゃないや、8人の子分たちみたいなやつばっかり出たわ。敵キャラばっかり。ポリーンに至ってはね、僕これマリオカートやってるから知ってるキャラだけど、これ何で出てキャラなんですかね。ポリーンはマリオをねやってないんですよ久しく。何までやったかな。マリオはサンシャインまでやったかな。あの水背負ってるやつね、あれまではやりましたけどね、それ以降やってないんでね。さあということでちょっと見てみましょうか。これ今日はここまでにしたいと思うんですけども、はい、上のねレアリティごとの残数というところを見ていただいて、3枚出ましたね。100枚のうち6枚ね、ウルトラレアが出ますよっていう中で40連で3枚引いたんで、まあまあ確率としてはねいい方じゃないですか。
良かったと思います。まあちょっとレアのねグライダーがね、ちょっとボム兵パラフォイルが重なってっちゃったのがもったいないなっていう気はしますけども、まあ、引きはそんなにめちゃめちゃ悪くはなかったんじゃないかなと。いいところ見せれてよかったです。さあというところですぐさまね、いやこれが出たんでこれ使いますよみたいなやつはね出なかったんですけども、早速強化してね、次回以降のレースにつなげていきたいなと思いますんで、今日はご視聴ありがとうございました。いやガチャ動画は緊張する。他のどのゲームやっててもそうだけどガチャ動画は緊張する。あーよかった、ちょっと今日のはね引き的には一安心かなというところなんで、納得してね今日は終わりたいと思います。動画の内容が良かったらね高評価そしてチャンネル登録していただけるとお励みになるんでね、ぜひよろしくお願いします。ということでね今日はここまでにしたいと思います。失礼します。ご覧ください。さあガチャ画面来ました。エクストリームドカン2というところでねこれ見ていきましょう。ビルダーキノピオ、これはねあんまり別に自分としてはね欲してないというかね、ボム兵キャノンは前回見たようにまあまあそれほどねこれを使いたいなっていうふうに思ってないんで、まあまあこれはそんなに期待してません。ただこちら2つですね、はい、ガタゴトロッコジャンプアクションプラス、これはねちょっと欲しいところですよね。そしてもう一つこのスターシューター、こちら持ってるんですけどもレベル重ねていければ嬉しいなというところがね3つピックアップになっておりまして、もうちょっと詳しく見るとはいこんな感じ、ピックアップのやつが 1%、 1% って少ないですよね。 1% は少ない。でまあマシーン、そしてグライダーと、まあこういう確率でね出るよというふうに今回なっております。あると助かるものもねやっぱりこの中にありますんで、ぜひね今回はねちょっと納得いくまでねある程度引いて、ランキング戦に備えていこうかなというふうに思います。まあ演出なんかもね、このマリオカートもしやったことない方がいればですね、こんな演出なんだっていうところもねお見せできればなというふうに思いますし、そういう方がねじゃあマリオカートやってみたいなと思うような動画作りをねいつも心がけてますんで、ガチャの動画もねぜひ見ていってください。じゃあ10連目、これちなみにね全部で100個で、このガチャ終わりですよという風になってまして、まあ、リセットするとねピックアップのこの3つとかができちゃうとリセットなんかするとまた出る可能性があるよというところになってます。では行きましょう。10連目、あ緊張する、久々だからガチャ、はい、ということでですねいきなり来たんですけど、これ土管が金色でしょ。これね土管が金色っていうのはウルトラレアが出ますよっていう確定演出なんですよ。もうここでまずね喜びが今ね嬉しいんですよ。だいぶキノピオがねキャッキャキャッキャ言ってますね周りでね。これで打ち上げるんですよここから花火をね。でその中から出てくると、いきますよシュッと。この後もね面白い確定演出がある時もあります。はいピストンカイト出ましたね。ウルトラレア2枚目で出ましたワイルドスターダッシュプレートプラスと、これまたどういうところでピックアップされるのか後で見ていきたいと思います。いやー2枚目できたんでね、もっともっと引いていきたいですねウルトラレア。はい3枚目、はい4枚目、ベビーデイジー、はい5枚目。まあこんな感じでねノーマルが続くんですよ基本はね。はいはいノーマル、はいノーマル、はいはい。ちょっと話変わるんですけどね、僕大乱闘スマッシュブラザーズでねクッパジュニアを使う友達がいてね、このマシンに乗ってるじゃないですか、あれ嫌いなんですよね、鬱陶しくてね戦いづらいのを思い出すマシン、クッパクラウンでした。はい次レア嬉しいですね。はいベビールイージ来い、あーこれもマックス、こいつもマックスだった。まあまあ1000コインは嬉しいんですけどね。いやーボム兵パラフォイルもねレベル6にしちゃってるんですよね、なんかデザインが気に入ってね。さあ来い、パックンパラフォイルさっきも出た、あこれもさっきも出た、なんかパッとしない、パッとしないガチャですね、これは悔しい。まあ、しかしね
引き続き確率は上がってるはずなんですよ。見てみよう。はい、ガタゴトロッコが出る確率が 1.25% になりました。これが高いと考えるか低いと考えるかはね、まああなた次第というところなんですけども、レアリティごとの残数っていうね、上に書いてあるんですけど、そこから見るとですね、ウルトラレアのピックアップ、そしてウルトラレアがね、さっき2つ出ましたんで、まああと4枚、80枚中4枚がウルトラレアがまだ出る可能性がありますよというところなんですよね。だからそれを狙ってもうちょっと引いていきたいと思います。まあビルダーキノピオが欲しいわけじゃないんですけども、アイスマリオとかね、ここウルトラレアであるビルダーマリオとか、この辺はね出てくれたら嬉しい。キノピーチはいらない。メタルマリオはもう極まってる。骨クッパポリンだったらまだ嬉しいみたいな感じがキャラのところですね。さあ30連目いってみよう。何十連しよっかな。確定すごい。いやー出ないかー。はい、お、新しいの出ましたね。8ビットジャンプマリオ、これはグライダーですね。お、ありがたい。新しいな、何してもうる嬉しい。マッシュも極まってるんですよね。残念。ロイ、あ、スーパーカイトも極まってるんですよ。まあ、よく出るやつっていうのもあるんですけど、早々に極めちゃったんですよね。のこのこ、あ、もうキッズグリーンさっきも出たな。あ、嬉しいですね。レアはね、キノピオピットクルーバージョンですね。オッケー。ロイさっきも見たぞ。イギーも見たぞさっき。嬉しい嬉しい。でも演出見せててよかったですよ、皆さんに。確定演出、よしよし。ベビーロゼッタ、全然2枚以上出てくれていいんですよ、ウルトラレア。はい、ウェンディ、あ、嬉しいですね。ピンクヘイホー、あんまり使う機会ないですけどね。登場確率高いな君。来い、のこのこダッシュ。はい、レミー。おう、これま逆に確率低いんじゃないですか、連続レミーって。さあ来い、まだなんか出ろよ。あーだから、あーって言っちゃった。いいのよそれは、他ので確率使ってくれ。えい、お、だから、おーい、クッパの8人の、何でしたっけ、あの8人の小人たちじゃないや、8人の子分たちみたいなやつばっかり出たわ。敵キャラばっかり。ポリーンに至ってはね、僕これマリオカートやってるから知ってるキャラだけど、これ何で出てキャラなんですかね。ポリーンはマリオをねやってないんですよ、久しく。何までやったかな。マリオはサンシャインまでやったかな。あの水背負ってるやつね、あれまではやりましたけどね、それ以降やってないんでね。さあということで、ちょっと見てみましょうか。これ今日はここまでにしたいと思うんですけども、はい、上のねレアリティごとの残数というところを見ていただいて、3枚出ましたね。100枚のうち6枚ね、ウルトラレアが出ますよっていう中で、40連で3枚引いたんで、まあまあ確率としてはね、いい方じゃないですか。うん、よかったと思います。まあちょっとレアのね、グライダーがね、ちょっとボムフェイパラフォイルが重なってっちゃったのがもったいないなっていう気はしますけども、まあ、引きはそんなにめちゃめちゃ悪くはなかったんじゃないかなと。いいところ見せれてよかったです。さあというところで、すぐさまね、いやこれが出たんでこれ使いますよみたいなやつはね、あの出なかったんですけども、早速強化してね、次回以降のレースにつなげていきたいなと思いますんで、今日はご視聴ありがとうございました。いやガチャ動画は緊張する。他のどのゲームやっててもそうだけど、ガチャ動画は緊張する。あーよかった、ちょっと今日のはね、引き的には一安心かなというところなんで、納得してね、今日は終わりたいと思います。動画の内容が良かったらね、高評価そしてチャンネル登録していただけると励みになるんでね、ぜひよろしくお願いします。ということでね、今日はここまでにしたいと思います。失礼します。
てがある時もあります。はい、ピストンカイト出ましたね。ウルトラレア2枚目で出ました、ワイルドスターダッシュプレートプラスと。これまたどういうところでピックアップされるのか後で見ていきたいと思います。いやー、2枚目できたんでね、もっともっと引いていきたいですね、ウルトラレア。はい、3枚目。はい、4枚目、ベビーデイジー。はい、5枚目。まあこんな感じでね、ノーマルが続くんですよ基本はね。はいはい、ノーマル。はい、ノーマル。あ、レベルアップですね。これレベルアップはね、地味に嬉しいですよね。どんどん集めていくしかないですからね。はい、キッズグリーン。お、ワリオですね。はい、ワリオ。こんな感じでね、まあ持ってるやつはレベルが、持ってるやつを引くとこういう風にね、レベルが上がっていくよということが分かるわけですよ。レアですね。来た、来ましたよ皆さん、スターシューター引きました、ウルトラレア。これは嬉しい。コンボタイムが 15% 上がって、ポイントブースト1倍。これは嬉しい、狙い通り、しかも最高だ。いやこれね、なかなかね、ウルトラレア2枚引きってなかなかないんすよ。あ、嬉しい。ではこちらワイルドスター見てみましょう。ピックアップ優勝。あー、どうですかね、意外にこう東京スクランブルに RX とか、お、デイジーヒルズ RX 入ってる、ちょっと後で見てみよう。あとはね、地味に嬉しい、そうね、ロンドンアベニューがね、ピックアップされたら嬉しいですね、これはね。ちょっと待って、デイジーヒルズ RX じゃなかった今回。ちょっと見てみよう。はい、来ました、見てください皆さん、先ほどのこちらですね、ワイルドスターダッシュプレート系なんですけども、デイジーヒルズ RX でですね、ピックアップされていました。さっきまで使ってたパステルマカロンがジャンプアクションなんですよね。これジャンプアクションなのとダッシュプレートなのと、どっちの方が効率いいのか、デイジーヒルズなかなか悩むところですけども、選択肢が増えたっていうところは確実に嬉しいですね。そして何よりも、はい、こちらですね、スターシューターがレベル2になったというところが非常に嬉しいところですね。ありがたい、これはガンガン使っていきましょう。はい、現在しかし致命的なのはやっぱこちらです。